慶長枯渇地盤、源氏物語とは、源氏物語の半本の一つ。慶長年間初期の観光とみられる、源氏物語の半本であるため、慶長枯渇地盤と呼ばれる。一面十業で構成されていることから、十業、枯渇地本とも呼ばれる。換気も抜群もないため、出版元や正確な出版時期など、不明の点も多い。他の枯渇字本源地物語と、 同じく注釈や挿絵などを含まず源氏物語の本文のみを内容としている祖源氏と呼ばれるものに属する。数多くの古活字版、源氏物語を調査した文献学者、書子学者の川瀬和馬は、それまでに知られていた佐賀本と源那九年の歓喜を持った半本の他に、歓迎版二種が存在することを明らかにしたが、さらにその後の調査で、 伝差画本に先行する、この、傾聴版の流門文庫像本を発見し、この、傾聴版があらゆる古活字本源字物語の中で、最も古いものであるとした。河瀬和馬は、この、傾聴古活字版、源字物語についてから、傾聴古活字版の刊行は、慶長6年以前であり、源字物語の、あらゆる漢本の中で、最も時代的に古い最初の漢本であるとした。 この為替の推定については、今春流唄体本の出版時期の推定などについて、異論も出されているものの、文字の形や文字の配置などから見て、正版本や代表的な枯渇字本である伝査が本などと比べて、地拙であり、源氏物語のあらゆる漢本の中で、最も時代的に古い最初の漢本であるという点については動かないとされる。一般的に枯渇字版は、 正半本と比べて一つの半儀から印刷される同じ本の数が正半本は約2万とされるのに対し枯渇字版は約100が上限とされるなど同じ本が作成される数がかなり少ない。この形状枯渇字版、源氏物語については現存することが確認されている本はわずかに以下の3本しかない。これらの3本は表紙の色が紺色か紅色かや 大戦の位置が中央に貼られているか、それとも右肩に貼られているかなどがそれぞれ異なっている。ありがとうございます。